安寧天皇は、日本の、第三代天皇。日本初期での名は、四季津彦、玉手貫天皇。決死八代の一人で、実在性については、諸説ある。神、丁長和寺天皇の御子。母は、今年の主人の娘の伊鈴より姫命。兄弟に関する記載は、日本初期、古事記ともにない。父三角が崩御した年の七月に即位。 即位2年1月、片地を浮き工具に投移す。即位3年2月、加納の娘の定名帝中姫命を皇后として、生き石耳命、大日本美越智孫、四季津彦命を得た。即位38年、宝魚。漢風守号である、安寧は、8世紀後半に、大江の御船によって先進された名称とされる。日本初期、古事記とも、 警府の記載のみに限られ、血死圧代の一人に数えられる。式屋型主黒早の館で生まれ、その時に朝日が輝いたのでこの名がついた。日本書紀本文ではこう、生き石耳命、大日本美とも美子との二人とするが、同書一書や、古事記では、常つび子母はに、大日本美とも天皇、四季津彦命の,の三人とする。日本書紀の伝えるところによれば、 以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。安寧天皇編氏を浮き孔ぐ死偽愚の名称は、日本初期では、形を浮き孔愚、古事記では、形を、受け殴る。宮の伝説地については、次の三節がある。奈良県柏原市市場町付近奈良県大和高田市、三倉堂 片塩町大阪府柏原市安寧天皇前後の諸宮がすべて奈良盆地の中に位置することから候補としては第一点二説が有力視されるが明らかでない。大和高田市では石縁座拓虫玉神社境内に片塩浮港愚子石踏みが建てられている。なお、現在の大和高田市に残る片塩浮き港といった町名、施設名は すべて、第二節をもとにした、近代以降の復古地名になる。安寧天皇うねび山西南おかげ井上領領の、名はうねび山西南おかげ井上領。宮内庁により、奈良県柏原市吉田町にある俗称、安寧山に事情されている。宮内庁上の形式は山形。領について、日本初期では前述のように、うねび山西南おかげ井上領、古事記では、 セカザンのビフ等の所在とあるほか、縁儀式所領領では、うねび山西南おかげ井の上領として町域は、東西三町、南北二町、宿後煙で、遠領としている。しかし後世に、書殿は失われ、元禄おさむでは、所在を誤ったが、幕末おさむに際して、原領に自乗された。両後の由来になったとされる、古い戸のおかげいが、 三笹南の集落中にあり、領と共に、宮内町によって管理されている。また皇居では、宮中三殿の一つの高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、安寧天皇の霊が祀られている。安寧天皇を含む水勢天皇から、開花天皇までの八代の天皇は、日本初期、古事記に、自席の記載が、極めて少ないため、決死や辻ろと称される。 これらの天皇は、知世の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になる、はずの不死間の直系相続であること、宮、寮の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原点の存在、年数の重ねに、天皇代数の尊重が見られること、 兄弟継承を不死継承に書き換えた可能性があること。四屋型主や重視屋型主イコールと一致しイコール、中原氏との関わりが、系譜に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もあり、安寧天皇と前後の三代は、在位年数が短いことも指摘される。和風志望である、四津彦から玉手見のうち、四津彦は、後世に付加された、微笑。 末尾の、実は、神明の末尾につく、実と、道義とみて、安寧天皇の現像は、玉手実という名の古い神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある。ありがとうございます。